がジングルベルよ。本当に大丈夫なんでしょうね。嘘。未だに信じられん話だ。この飾りだけで足りるかな。いいの？一番やりたいとこ？京塚総長が呼んでいたわよ。あ、ちょっと。お、タケル来たね。あー、そうだよ。ふっふん。よくやったね。お前さんにそんな度胸があるとは思わなかったよ。エース明けにまた大胆な。いやー、しかし若いってのはいいね。とぼけてもダメだよ。クリスマスってのは男が女に愛を語る日なんだろう。さすがアメリカだね。そんな気の利いたお祭りがあるなんてね。しかもここでそれをやろうって言い出したのはお前さんだって話じゃないか。で、誰なんだい？もういいじゃないか。私に隠し事なんて10年早いよ。やっぱりメイヤちゃんかい？それともミコトちゃんかい？あの子たち、クリスマスがどんなものか知ってんのかい？こういうのは演出が大事なんだから、しっかりおやりよ。ほれ。まあ、集められるだけ集めといたから、ジュースとお茶と酒もちょっとだけ、あとはつまみだね。それから今日のあんたらの夕食、同じ材料でなんか別のらしいもんこしらえてやるから、後で取りに来な。やるときゃパーッとやるのがいいんだよ。マリモちゃんもそう言ってたろ。上官お墨付きだから心配しないで持ってきな。なんだか知らんけど、このところ上もピリピリしてるしね。あんたたちは楽しみなさい。あいよ。重いから腰抜かすんじゃないよ。そうかい。赤いってのはいいね。面白いように成長するもんだ。ああ、ちゃんと夕ご飯取りに来るんだよ。どうしたの？それ、ジュース、お茶、お酒まで？どうやってこんなもの。なんだかこういうのって嬉しいね。あなたがお祭り好きでよかったかな。そういうところも特別ってことかしら。はいはい、わかったわ。Thank you.
ける。見回りか。ご苦労だな。ん？見ての通り廊下の飾り付けをしていた。やはりみんなが通るところを賑やかにするのがよかろうと思ってな。うん、うん、うん。他にはだな。知らんのか？それは願い事を書くものだ。やはり願いは平和。これに尽きるな。もちろんだ。いや、あやみねがせっかく自分たちで飾り付けをするのだからローカライズしなければつまらんと申してな。まあ良いではないか。あやみねも楽しんでいるのだ。いやいやながらやらされているのであればこのような発想はするまい。そなたも一枚書くか。皆も書いたのだぞ。それはタマセだな。よくわかったな。常に皆のことを考えている。榊らしいな。明日の献立の希望であろうか。気づかなかったのだ。許すがよい。うん、ささやかではあるが立派な願いだ。そなたは何を書く？失礼なやつだな。そうか。では飾っておこう。わかった。よそも見回るのか？うん、任せるがよいぞ。このようなことをしているかと怪訝に思っているな。つくよみ注意の命令でな。先日の一件で明夜様を救助していただいた礼だ。貴様は知らんのだろうが、あの時訓練兵たちが明夜様と貴様の救助を強行に必要に進言したのだ。でなければ二次遭難の可能性が高い状況で即時救助活動など行うわけがないとは思わんか。様子を見に来たのか。心配はいらん。我らとこの者で練習機の飾り付けはこと足りる。数も多くはないしな。
ん？そうか、貴様も練習機を大破させた一人であったな。過ぎたことを悔やんでも仕方がないだろう。貴様は信念に従ってやることをやったのだ。さて、神代、巴、恵比寿、続きをやってしまおう。はい、つくやみ様。後で教室にも貼ろうと思うんだ。せっかくのパーティーだもん、賑やかにやりたいよね。白金、どうしたの？蜃気楼？気にしない気にしない。ん？頭大丈夫？ひどい、傷ついた、ズタズタにされた、かわいそう。ん？あれもダメ、これもダメ、ダメばっかり。それはない。気にしない、気にしない。綺麗。ここも全部やった。賑やかになったね。盆と正月が一緒に来ると嬉しい。楽しければいい。うん、じゃあね。何をやっているのだ。鎧なら屋上に行くと言っていたぞ。校舎の方ではないのか。しいね、雪。毎年毎年豪雪だからね。嫌になっちゃうよね、雪下ろしとか。
大陸の自然がベータに根こそぎやられてからの式しか知らないもんね、僕たち。雪を喜ぶのは子供と犬だけだよ。除雪作業とか雪下ろしとか、そういう社会的責任を負ってない人、つまり子供ってことだよ。ホワイトクリスマス？そういう気持ちになってくるね。そうだね。何？なんかね、麺屋さんが廊下をいっぱい飾ってたから一緒に飾ってあげたんだ。あ、ひどいな、タケル。疑ってるんだ。ちょっと様子を見に来ただけだよ。すぐ戻るって。僕だって楽しみにしてたんだよ。サボったりなんかしないよ。任せといて。